はい、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、黒政と申します。この放送では私黒政が新三国無双8エンパイアーズを月影でプレイして武細工家診断を率いて天下統一するといった内容の動画になっております。はい、前回までのおさらいとして、武細工大選別大会を実施しまして、よりすぎるのね武細工を、勢力に残したということで、その代わりね、だいぶ20人弱くらい、3分の4割ぐらいかな、4割ぐらいの人がちょっといなくなっちゃったので、スカスカな状態になってしまったと。なのでね、天下統一のために各都市を侵攻するのはもちろんなんですけども、それとね、並列して、武細工たちをね、世の武細工たちをかき集めていくと、そういったね、状況になっていくというわけでございます。はい、であとね、城のね、城壁がもうボロボロなんだよね。なかなかズタボロなので、攻められたらね、やばいんだよな。人がいないので、結構その、城壁のね、硬さに物を言わせるような戦いに、なっていかざるを得ないというか、そういった状況なの。さあ、他の部、頼りにしている。王となって、朕の治世を支えてくれ。受けたまわりました。魅力を尽くしましょう。パリピ感がすごいな。皇帝の意向がすごくなるな。いいね、一級品、さすが皇帝だね。今までの4とか5のケチくさいね、あれとは大違いと。この間なんか中国になったばっかな気がするけど、もう王になっちゃった。楊州、ただそのより前にちょっとね、各都市それぞれ40はね、最低でも欲しいんだよね。40あればそんなにすぐピンチになることはないので、この地に防衛線を敷く、守りきれ。人がいないからね、やっぱどうしてもね、城のね、硬さに物を寄せなきゃいけないんだよな。なんかかっこいいな、さっつって体をなんかハスに向けるという、なかなかおしゃれじみたことしますね。配下の方が兵係数が多いっていう、それだけレベルが離れちゃってるってことなんでしょうけどね。そうか、まだ高等でこれ起きてなかったか。また一緒に出られるとはね、頼りにしてるよ姉さん。あなたの姉として恥ずかしくない働きをしなければなりませんね。見た目からしてなんか姉っていうのは全然しっくりこないけど。でも宝刀はね、こんな鳴りをしてますが、実際だったか演技だったかちょっとあれですけど、年はねそこに差して月齢と変わらないはずですね。言っても10歳差ぐらいかな。なんか見た目からして明らかに親子ぐらいの差があるように見えますけども、実態はねそうではないと。人徳99か。いやでもこれね、星3つはねできないからね、やめましょう。そうだね、
なんかじゃあどっちでもいいかってなっちゃうんだよな。まあじゃあ有効度上げるためにギエンの圧をやるか。あれ承知。私のことをね、ゲゼのことを劉備ぐらいに好きになってもいいんだぜ。まあいいか。特にこれといって変えるのはないよね。はい、3はね、やっぱり手が出ないよね。ここは渡さねえ。絶対に守ってやる。妖獣チャレンジした瞬間にも負けは決定しますからね。妖獣作った人は本当に性格悪いわ。あれは本当にプレイヤーにとってエキスペクトが全くなりもない。ああ間違えた。ちょっと、もうこの宝は俺のもんだ。返してほしけ。力づくで来な。さっさと、お、いいね、近くにいる。どこにいる？いたいたいた。中もやり方も固まってきましたね。今のチャージとりあえず、上げて、それからもう打ち上げた後ははめると。行くとしようか。とりあえずは手近な敵を倒していけばいいさ。あ、やば、折れちゃった。まあでもね、武将でもないんだったら修羅でもそんなに苦労はしませんね。始めるな。いかん、守りに回らねば。これ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 、ちょっと、おい、ちょっと何してんの。まあ3、まだまだまあレベル的には無茶をし3みたいな、あれ無茶をさえしなければ、まあ危なく勝てるとは思うんだよね。なんか結構削られてない。やっぱ修羅だから味方の損害の方が敵の損害より上回ってるよね。年齢があちらへ走っていくのを見ます。近道でもあるんでしょうか。ああちょっと先にやりたいんだよな。防御体勢を取るのだ。ここが攻め時だ。行くとしようか。借りは返す主義なんでな。地下あそこね。あそこね。ちょっと待って、どこにいる。紛らわしい。見えないな。いないね。あれ裏にいるのかな。あらどこにいるんだ。え、あれちょっと本当に分かんない。相手がいる。なんかあれだな、炎をやってると黄色と被っちゃって見づらい。この地の攻防は馬の瞬間は無敵だっぽいな。私たちで守るぞ。さすがにまずいな。やっぱり味方の存在の方が敵の存在に効くなってね。ケイ、あれちょっと一人いるじゃん。あ、
いやいや、めんどくさ。ちょっと待って待って待って、覚醒王の前にちょっとこっちをやり残したいな。核覚醒の前に、心しきくがきつと見た。すぐに戻るゆえ、あらあら、答えてくれ。テープが対応しちゃったよ。試してみましょう。蹴りだよ。ここはしきくがきつと見た。すぐに戻るゆえ、持ちこたえてくれ。手もついたよね。あれ、ちょっと待って、一時撤退する。なんだ、なんか叩き落とされてる。お前の戦、並大抵ではないな。はい、出て、まだいる。お前ら、行くぞ。敵を残らず叩いてやれ。全力で参ります。ああ、飛んじゃった。飛んじゃったっていうか、飛ばされちゃったってのが正しいかな。再度練り直そう。この月への策、やるな。ゴリ押しだな。ゴリ押しなんだけど、ただの力押しなど愚の骨頂。なんか敵がいっぱいいるんだけど。兵を休ませよ。なんで手を落としたんだよ。結構まだいるよね。あ、いなかった。ちょっとあれだな、まあ。ゲージが欲しい。どれか一個どれか欲しいな。私の策で戦局を変えてみせよう。はい、どこ行った。見つけたーって。いや、面白いな。追いついたぞ。まあ、彼は演技では今日になんか額を割られるという、今日引きたくやってで引きたく役で割ってしまう人間ではあるんですが、あれ、どこ行った。この戦、私の策で勝利に導いてくれよ。乱戦だからね、複数いるからちょっとね、降りられないな。あれ、角はどこ行ったの。なんかバカしてしまっててよくわかんない。このままちょっとこう言いながらやるしかないか。ちょっと3人まとめてどんどんチクチクやるのは難しい。ちょっと1人ぐらいだと2人になったらちょっとやれるかな。なんかいっぱいいない？
なんか4人くらいってしてない。いやまさに一気得点だね。こうこうかって感じだよ俺。まあ相手方はそんな猛将ばっかりじゃないからコートじゃないか。出て出て。力押しなど愚の骨頂。ここは一時下がり兵を休ませよう。あ、いてる火事の星。メイが仲間でよかったぜ。あ、ちょっとやばい。ん、ちょっと待って。あ、いったいったいった。やりやがったな。てかいっぱいいない？いっぱいいるように見えるのか。もう大まあとりあえずまあもういっちゃってもいっちゃいけどな。この地は私が占拠しました。
の三国無双ってあんたのことか。この地は私が占拠しました。すごいね、月へのその炎属性の爆発プラス熱波の爆発が爆不条だね。お前の戦並大抵ではないな。どっちから行った方が近いかな。やっぱこっちかな。あれ、カキナは使えんじゃなかったのかな。使えないのかな。こっちでは使えないのかな。よくわかんないですね。でもなんかもう飽きそうだな。飽くの待つか。よく来てくれた。拙者と共にこの者らを退けようぞ。あ、ここでなんかあれだな、乗っかっとこう。いるいる。ここは守りを固めるぞ。オーライオーライつってね。ぶちのめしに来てやったぞ。いや、こんな状況でもそれが吐けるってなかなかの豪快だね。いや、敵をぶちのめしに来てやったぞ。もうイケメンだな。あれは多分、てかうちの敷居、まあ、が食れないね。イケメンだから。吐いてた。まあ生徒だからでかいよね。何いる？何いる？おお、吹っ飛んだ。自分も吹っ飛んだ。なかなかこの操作はちょっと苦手なんですよね。ウォーリーを探せみたいな。避難をする。立派立派、試してみましょう。言うたらすごい言ってた。来ないか。ちょっと待って、何人いるんだ。あー、でも言っても3人か。お前の戦並大抵ではないな。爆発スタンプだね。ちょっと待って、あ、やってるね。もう油断ないのか。兵を休ませよう。短パン衣装だから見た目が分かりそう。やるな。いつもながらお見事な武勇。もう一人か。じゃあいいや。敵将、討ち取りました。
備の研鑽の賜物ですね。まあ危なげもなく、勝利ですね。あ、そっか、核か。そうだ、核愛がいた。我らならあなたに戦う機会を与えられますが、いかがです？命を粗末にするなと。それは、いや、こんなんやってるけど、速攻で放置するけどね。一応彼もね、イケメンなんだよね、ファニー AI 君が言うには。イケメンとあらば、うちの勢力では生きていけないということですね。あ、勝機も10なんだ。はあ、結構なんか手に入ったな、これもね。いらないよね。あ、いいね、これブサイクじゃん、東洋。分かった、いいね。66大王もブサイクだね。いいぜ、いいね。おお、ここもブサイクかな、ちょっとこれ分かんないな。過去にこういう顔のやつはいたかな。まあ多分ね、おそらくブサイクではあると思うんですけども、しばしお待ちを。ちょっとじゃあ間を埋めるために話でもするか。まあね、漫画好きの方はまあはね、ご存知かもしれないですけども、まあゴールデンカムイがね、無事に、最終巻が発売されましてね、31巻、ついにね、ゴールデンカムイの物語が、まあ完全に終わったという感じになりましたね。いやーね、長かった。2013年だったかな、14年か。まあ私はその週刊の一発目からまあゴールデンカムイを追っかけたわけなんですけども、まあそれがね、終わったということで、いやまあ感慨深いものがありましたよね。まあただね、なんだろうな、その、まあネタバレになっちゃうので、まああんまりはっきりとしたことは言えないんですけども、なんかその中にはそのね、死んだのかどうかわからないみたいな曖昧なね、キャラクターもいましてね。そのキャラクターはまあなんだろうな、その最後海の藻くずといってなって消えたみたいな感じになってたんですけども、直接的にね、死んだ描写はなくて、あといろいろね、なんだろうな、その伏線というか、語られてない、まあその本筋ではないので、まあ厳密にそこまで語らなくてもいいと言われればそれまでなんですけども、語られてないね、あのキャラクターの、ね、エピソードとか、まあ、白石なんですけど、白石のエピソードとかあるので、まあ、その、週刊の方で、まあ、もうこれは、ゴールデンカムイの話はこれでもう終わりですみたいな、作者さんの方でね、巻末にコメントがあったんですけども、もしかしたらね、まあ、一巻ぐらい、なんだろうな、外伝みたいな感じが、
出るんじゃないかなというね、淡い期待をねしてるわけなんですよね。最終巻の方にもね、まあそのなんだろうな、外伝とか出る前に私はその31巻最終巻の巻末にね、あのおまけ漫画があると見込んでたんですけども、その本編でねなんかあんまり語られないところを保管してくれるような、そういう話がね書き足られているのかと思ったんですがね、そういうわけでもなく、まあ一応追加のね漫画4ページぐらいあったんですけども、まあ本筋とは関係ない感じの、なんだろうな、まあ、関係ないって言ったら関係ないってのおかしいけど、本筋とは関係のないキャラクター、本筋とはなんだ、本筋とは関係あるキャラクター、何言ってんだろうな、日本語がおかしい。これはとりあえず、東洋。あ、なんだよ。せっかく苦労して調べたのに。解放。かたじけない。本筋とは関係のないね。こんな話を持ってくるとは正気か。あ、違う。その出てきたキャラクターの書かれてなかった部分を保管するようなおまけ漫画があるかと思ったんですけども、そういうわけではなかったんですよね。おっと、すまねえな。おうや。それがね、まあ残念といえば残念なんですけど。まあ、なのでね、外伝みたいなのあるんじゃないかなと思うんですよね。まあなんだろうな、そのゴールデンカムイ展もまだまだ、続きはありますし、今年の10月からかな、からあのねアニメのゴールデンカムイの、お、なんだ、ああ、お主の戦見せてもらった。なんか後ろの機材がすごい気になる。感服した。めちゃくちゃ違和感がある。これをそなたに送りたいと思う。心のままに使ってほしい。と、はあ、到達勢力ね。あなたとの日々幸せを感じます。この先も共に支え合っていきましょう。首がやかよく、なんか面白い動きだな。人事をやりたいんだけど、イケメンを持ってこられたら困るからね。まあいいか。内政で。お次はどうしよっかな。ちょっとね、攻められてるから鬱陶しいってのもあるんだよな。エイアンか。ちょっと待って、違う、部署配信官、配信官だな。まあでも主力は集結してるからこっちでもいいか。人が入ったんでね。あ、そしたら最前線になっちゃったよ。でも割く人がいないんだよな、正直なところ。割く人がいないのよ。生徒が1人になっちゃった。まあ4人だよね。ちょっとこっちとこっちをトレードして、1人カーンは残しとくか。カーンは残して1でペンキー君で、よし、それじゃ足りなくなるのか。くえ、とりあえずこれで。違う、いやー、もう慢性的人手不足だよね。
参っちゃうね。あ、そうだ、角合い、角合いをあれだ。てか王翦の顔をちょっと調べたいんだよね。角合いがはまあもう リストラスな決定なんですが、テイクも結構、あ、でもそうか、テイク将軍だからダメだわ。王翦がさ、顔ありだ、顔ありてかイケメンだったら王翦を新たに将軍に任命したいところなんですけどね。鳥類かな、鳥類かな、人が足らない参加。いや、どうしようかな、やっぱりあれやるかな、ちょっと人材、まあ不細工の方がモブは多いから。でもたまになんか顔張り連れてくるときあるんだよね。それはちょっとやめてほしいんだよな。難しいね。まあとりあえずこれでいいかな。うーん、まあどうだろうな、多分これを買い、あ、でも返り値できないな、人がいないわ、人がいなかった、返り値できない、返り値にできないから、うーん、あ、でもあれだな、そしたら下に行けなくなっちゃうから、こっちにしか行くしかないな。止まったが入りそうだな。こたびの方針はこれです。あ、入んなかった。ちょっと防衛いけるか。いや、ちょっと無理そうだね。ちょっと防衛は無理そうだな。攻めないでほしい。あー、ゼロ、あー、ちゃー、ダメっすね。米がない。話がしたいんだけど、噛んでない、全く噛んでないから話せできないね。話すとか言って、あー、いるね。いやー、いっぱいいるよ、モブが、モブがじゃない、無双武将が。まあどうしようかな、とりあえず全兵力で攻められたらでも困るんだよね。ああ、やばそうだね。便器くん、便器くんがあれだな。まあしょうがないか。一応まあお金はまだあるからね。人がいないけど、あー無理、これ無理だ。ここは渡さねえ、絶対に守ってやる。ちょっと無理だったわ、ちょっと無理でした。壁壁壁壁の補修しないと。壁壁壁、あ、でももともと高いな。なんか2個減ってんのなんでだろう。ああ、
しにしちゃ上出来だね。敵ロ早くくれないかな。敵ロ待ちなんですよね。アフターケアもう忘れなくと。喜ばしい結果よ。まああとは人だよね。もうとにもかくにも人がいない。すごいな義援となんか本格の立ち方が同じじゃん。いやなんか並ぶと面白いな。お相撲さんみたいな立ち方。肋骨に鞭打つとし。できるかな。あなたの卓抜した才を耳にしてまいりました。どうか私と共に来ていただけませんか。それはいかんな。あれ2回も失敗する人意外だな。これはちょっとイケメンっぽい。てかこうはああどうだったかな。イケメン顔についての言及はなかったかな。背についた184cm ぐらいっていうのは実際に記述はされてるんですけどね。あこれイケメンだ。うん OK。 頭も使いすぎては鈍る。こういう休みも必要だな。あなたの卓抜した才を耳にしてまいりました。どうか私と共に来ていただけませんか。配下にしていただき感謝いたす。我が芸存分に披露しましょうぞ。ケイ、王宗。でもこれね目が隠れてるか分かんないんだよね。失敗はできんな。これイケメンだね。あいいね。ほうこれはうまい。あなたの卓抜した才を耳にしてまいりました。どうか私と共に来ていただけませんか。我が才を認めていただけるとは。喜んで忠義を捧げましょうぞ。あと2人がいいけどな。やってやるぜ。牛筋がわからない。やり遂げる。あこれはいけるぞ。これはまあね、ブサイクだね。あやってやるぜ。68か60、70欲しい。これはまあやるぞ。あここら辺が落としどころかな。あなたの卓抜した才を耳にしてまいりました。どうか私と共に来ていただけませんか。士官をお許しいただき感謝いたす。期待以上の働きをご覧に入れますぞ。このような不細工は全部私のものだ。
悩むな。あでもまあ上回ってるからいっか。まあ、油断しちゃうんだよね。いやもうね、人なんだよな、人。天水教先生と話して、まあ見ず知らずのブサイクの言うことをあげようと。おや、何かを探しているのかね。まあ、あるし、あるし、これでやったらどうなんだろう。これやったらどうなんだろう。今自分だよな。これやったらどうなんだろう。よきかな、よきかな。あ、他国の君主のあれが上がるんだ。へえ。ある人がじゃ関係ないよね。長将がね、あれいなくなっちゃったよ。あなたの卓抜した才を耳にしてまいりました。どうか私と共に来ていただけませんか。配下にしていただき感謝いたす。 OK、 我が敬存分に披露しましょうぞ。幸先いいっすね。リクソン、あ、これは全部ダメだな。七もダメ、関水はどうだったかな。あとこれはね、これはブサイク側だ。だからいける。ほう、これはうまい。あなたの卓抜した才を耳にしてまいりました。どうか私と共に来ていただけませんか。我が才を認めていただけるとは。喜んで忠義を捧げましょうぞ。関水といったら領袖勢力のね、大人物ですからね。目にもの見せてくれる。シュレイイケメンだったわ。総主いいね。頭も使いすぎては鈍る。こういう休みも必要だな。炎症勢力の大人物。あなたの卓抜した才を耳にしてまいりました。どうか私と共に来ていただけませんか。配下にしていただき感謝いたす。ソジはなんかこんな前も話したから、まあこんななんか軍師っぽいなりでゲームにおいても軍師的なステータスが高いんですけども、実際はね将軍みたいな感じの人物ですからね。まあ小知将って言った方が正しいかな。猛将的なあれではないから。やってやるぜ。どうした、遠慮なんかしてんじゃねえ。もっと飲め飲め。君主に対して、あ見てなかった。あちくしょう、抜かった。あやば、格愛をリストラチャリングするの忘れた。ひらめいたら行動あるのみだ。細かいことはおいおい考えていくとしよう。イケメンが反応しやがった。最善を尽くしましょう。楽屋にちょっと人をじゃあ送る必要があるな。まあ互角だね。まああっちには大凶がいるから、大凶さえまあ気をつければいいかな。おお、電報がいる。炎症勢力の地位の2枚看板の電報が。うちには阻止がいるけどな。おお、いいじゃない、地略33か。
任せてくれ。いやーレベルが高いな、44回。まあでもまだまだ通用するからな、劇だから。敵に落とされるわけにはいかん。じゃあまあ目の前のやつですか。で、皆さん狙いはあの城だ。で、早いことを起こしてしまう。いっぱいいるな。ちょっと待って、ちょっと。攻めるなら今か。かかれ。よし、今こそ攻め時だ。あ、そうそう、流れる。あれはちょうどいいか。お、守る系だから。守る君だから大丈夫。いや、後ろにいるけど。策をしくじったか。最後に練り直せ。やりやがったな。借りは返す。重厚だ、懐かしい。優勝は勢力で頑張ってたね。よし、体勢を整えねば。待って、あ、いたいた、なんかいる。頼んだぞ。なんか人がいっぱいあるぞ。パーティーだな。あ、電報じゃん。策をしくじったか。外観に人ってるけど、大丈夫かな。ちょっと待って、なんかかもられてんじゃん。あのカーンがいるからなんとかなってるのかな。立派立派。おお、ちょっと超えられなかった。ああ、でも俺が仲間でよかったぜ。ここが攻め時だ。行くとしようか。カーンがいたら取り落ちてるのか。勢いを交差で進むのだ。いや、攻撃比率低すぎだろ。あ、なんか一人来た。想定のような展開だな。我が妙計を持って敵を退けようぞ。うっそん。気づいたら配送してるわ。あ、だった、危ない。せい、準備は整った。天よ、今こそ我が声に応え奇跡を示したまえ。無双でも来た。めちゃくちゃ上に固まってる。兵器を出しましょう。周囲の護衛も怠らないように。守備よく運びましたね。さあ、今より攻勢に転じましょう。ああ、意外に厄介かな、これは。そうなのよ、なんか氷出してくるからさ、雷とか。あ、大凶だ。私が相手です。行きますよ。まあ、ここのなんだ、人が紛れて爆風でやられてくれればいいんだけど。よっしゃ、わしが敵を蹴散らしてやろう。
ちょっといっぱいだから見づらいわ。ここが攻め時だ。行くとしようか。あ、こったか。アイスマン、アイスマン。勢いを殺さず進むのだ。ちょっともうちょっとペースアップした方がいいな。ちょっと大凶がねいるからね。降りるか。すでに私の術中にあることを。次だろ何人だよ俺。